新規課題ということで、紹介させていただきますけれども、プロテオム統合データベース JPOST という名前をつけておりますけれども、紹介を、させていただきます。で、この統合データベースのプログラムはこう2ラウンド目になっているかと思うんですけども、真の意味で本当に新規で、入れていただいたということで、少しそのタンパク質ということで喋らさせていただくんですが、これターザンという皆さんよくご存知かと思うんですけど、筋肉雑誌ですけども、お相撲さんとかもこう出てるようなものですが、こういう一般的な雑誌の中にも実はプロテオミクスという言葉が紹介をされていたりしまして、で、ちょうど昨日ノーベル賞の受賞の話もありましたけど、これ田中浩一さんが2002年にノーベル賞を取られた時のような話も、こういうところに載っていたりするわけです。で、プロテオミクスが質量分子設計の発展とともに、こう生まれてきたということが、紹介をされていたりもします。で、このスライドは私が授業でよく使うんですが、タンパク質というものがその生命の中で非常に重要な位置を占めていて、もちろんゲノムやトランスクリプトームや、このデータベースに入っているいろんなさまざまな生命素子があると思うんですが、その中でもやはりタンパク質というのが、根幹を占めていると。もしもたった一つしかデータベースを構築できないとすれば、どのデータベースを例えば製薬会社の人が欲しがるかといえば、多分プロテオームが完璧に揃っていればゲノムではなくて多分プロテオームを選ばれるのではないかと、そのぐらいタンパク質というのは根源をなす生命素子であるというふうに、我々は考えているわけです。で、それをこうつらつらと書いてあるのが、このスライドなんですが、要するにこう欠けてはいけない必須情報であるということで、今回採択していただいたのではないかというふうに考えています。で、このプロジェクト全体でこれ NBDC の方が作られたスライドかと思うんですが、いろんな生物種があって、いろんなこうピースが、あると思うんですが、この真ん中ですっぽり抜けているところが一つ、プロテオームということで、今まではここには何もなくて、で、世界でいうとヒューマンプロテオームプロジェクトというのがヒトプロテオム機構世界の組織ですけども、その中で動いているという現状だったかと思います。で、今回これでプロテオム DB ということで、我々 JPOST というふうに名前を付けさせてもらいましたけども、これを採択していただいたということになるかと思います。で、見ていただきたいのがデータベースだけではなくて、リポジトリを持っているということと、もう一つこだわりを持ってこのスタンダードという言葉を入れております。で、これがどういうことかと言いますと、これ世界のプロテオム DB の現状を書いたものですけども、先ほど言いましたそのヒューポという世界組織の中でヒューマンプロテオムプロジェクトというものが2010年に始まって進行しているわけですが、基本的には遅々として進んでいませんで、世界各国15カ国ぐらいに分配してプロジェクトを進めているということもあって、ほとんど進んでいないという現状の中で、昨年ネイチャーにバックトゥーバックで2方のヒューマンプロテオムファーストドラフトマップということでペーパーが出ました。で、もう一つ、抗体ベースで、1万数種の、ヒトタンパクの抗体ライブラリを作って、いろんな組織のタンパクの極材情報であったり、発現情報であるというようなものをこうまとめたというものがこう出てきているというのが現状です。で、この、ファーストドラフトというのが出たのが、フィールドにとっては非常に大きなインパクトがありまして、さまざまな人が、そのデータを初めて見てファーストドラフトをこう、解析を始めたわけです。で、これはある論文で、紹介されているものですけども、ごちゃごちゃ書いてあるんですが、ここで言われているのはここで発表された最初のドラフトマップというのは、ペンディングすべきだと、非常にシリアスな問題を抱えているということが言われております。で、これはゲノムの時にもあったかと思うんですが、偽ヒットが非常に多く混入している可能性があるということが、初めて明らかになったわけです。で、詳細は述べませんけども、
これ、まあ、ネイチャーに出た2つのペーパーです。で、それぞれ、まあ、2万ジーンプロダクトを少し、まあ、下回るぐらいの数の、まあ、タンパク質が報告をされているわけですが、これを、まあ、その非常に標準的な方法で、解析をし直すと、まあ、この人がし直したんですが、3分の1は偽ヒットであると。統計的に処理をすると、それ3分の1は、まあ、統計的に証明できないということになりました。で、ちょうど、先週、先々週、その、ヒューポという、ヒトプロテオム機構の、世界大会があったんですが、まあ、そこでもこれ一つのホットな話題で、今後これをどうしていくかということが、話し合われております。で、我々がこだわった、その標準化というのが、まあ、実はそこに一つありまして、まあ、16,000回とか18,000種の、まあ、LCMS のデータをすべてアキュミレートして解析をすると、まあ、必ず起きる統計的な問題がありまして、偽ヒットはどんどん増えるけど、本当のヒットはもう頭打ちになると。で、数を稼げば稼ぐほど嘘の割合が大きくなるという問題があります。で、これを防ぐための、まあ、ある種の、厳しい標準化が必要とされるわけですが、まあ、そういうものを避けて、まあ、集めていたということが一つ大きな問題で、で、我々の場合はもう統一したフィルタリングを行って、まあ、どんな生物種でもどんな翻訳語修飾でも、その全てのデータを同じフォーマットで、まあ、完全に解析をすると。で、そういうものを入り口としてリポジトリを用意して、集積をして、で、データベースとしてアウトプットしていくということを考えております。で、この JPOST のデータベースの方の、構造ですけども、各プロジェクトごとに、DB、キューブというふうに呼んでますが、そういうものを用意し、で、それをすべて集積したものをこうグローブというふうに呼んでいます。で、この集積したグローブの中から、まあ、任意の、まあ、いろんな、切り口で、データを間引いたり、アライメントをかけたりして、欲しいものを、まあ、ユーザーが、取ってこれるというようなものを考えております。で、これを、まあ、スライズというふうに呼んでいます。で、まあ、ルービックキューブ型の、データベースというふうに、こういうものを、まあ、構築しようというふうに考えているわけです。で、これは全体像なんですけども、まあ、最初に資料があって、最初に申しましたように、まあ、生物種にこだわらず、まあ、全ての、資料から、まあ、タンパク質データを、プロテオムデータを集積してこようというふうに考えています。で、測定の生データとしては、もちろん質量分析が、最も、まあ、95% 以上を占めると思いますけども、二次元電気映像とか、まあ、抗体で取ったようなものも、そのまま、集めるというふうに考えております。で、ここがリポジトリのパートで、まあ、こういうものを集めて、先ほど申しましたように、各プロジェクトごとのキューブ、それからそれを集積したグローブ、で、最終的に出てくるこのフォーカスド DB であるスライスというふうに考えています。で、まあ、こういうものを、我々自身で、既に作って、ユーザーに見ていただくというものもあるんですが、先ほども申しましたように、そのユーザー自身が、自分自身の視点で面白いと思った視点でスライスしてカスタマイズしたマップを取っていただくということができる機能をつけようというふうに考えております。で、特徴を少しまとめてみますと、データの標準化ステップを含むというのが一つ大きな特徴になっています。で、先ほどのリポジトリの部分ですが、これは国際連携コンソーシアムがすでにできておりまして、で、プロテオムエクスチェンジ、プロテオムエクスチェンジコンソーシアム、PXC と言われているものですが、まあ、これに参加しようというふうに考えております。で、先ほど申しましたように、段階ごとの DB システムがあって、で、その中に一つの特徴としてカスタマイズ可能な、まあ、スライスと呼ばれる DB システムを作る予定です。で、もちろん統合化の、一部の、一つのピースですので、まあ、RDF ベースで、データベースは作ると。いうことであります。で、プロテオームですので、そのプロテオームでしか、取れない情報ということで言いますと、翻訳語修飾であるとか、それから、まあ、絶対発現量ですね。で、こういうものを含んだプロテオーム DB というのは、今のところ世界では存在しておりませんので、まあ、一つ我々の大きな特徴として、まあ、こういうものを、備えていこうというふうに考えております。で、人だけではなくて、まあ、多彩な生物種も網羅する。
で、国内国際連携ということで、プロテオーム学会というのが、まだそれぞれの学会は、10年程度の若い学会ですけれども、すでに世界組織ができておりますので、日本で言いますと日本プロテオーム学会ですし、アジア・オセアニア地区でのヒューマンプロテオームオーガニゼーションがあって、それから世界でのヒューマンプロテオームオーガニゼーションというのがあります。で、こういうものを通じて連携をして、プレゼンスをしっかり示していこうというふうに考えております。で、世界のその枠組みとしては、先ほど申しましたように、このプロテオームエクスチェンジコンソーシアムというものが、すでにできております。で、イギリスの EBI を中心に、始まったものですけれども、シアトルの、システムバイオロジー研究所、それから、UC サンディエゴのグループが、それぞれ、独自のデータベースを持っているんですが、リポジトリとしては完全に共有をして、このプロテオームセンターと呼ばれる、このアンテナみたいなものがありますけれども、ここを中心に完全にデータ互換性になっております。ここにアジアオセアニア地区から初めてのリポジトリとして我々が参加するということで、これをこういう構造にしていきたいというふうに思っております。で、研究開発体制ですけれども、私代表を務めさせていただいておりますけれども、科研のバイオインフォティクスセンターの後藤先生、それから熊本大学の荒木先生、九州大学の松本先生、新潟大学の奥田先生、 DCLS の川野先生を主たる研究者としまして開発を展開します。で、もう一つの特徴はこの連携研究者のところで、先ほど言いましたヒューポー、それから AO ヒューポー、それから日本プロテオーム学会等のサポートを受けるべく、連携研究者にそういうような研究者の方にも参加していただいて、円滑に国際連携を進めるというふうに考えております。それからこのデータベースプロジェクトでも代表を務められております成松先生や、その他 の, 他のデータベースのとの、連携を進めるために、連携を円滑に進めていきたいというふうに思っております。で、4月以降の活動としましては、全体ミーティングを計9回ぐらい、行っております。で、相互にサイトを訪問したり、インフォチームについては、随時、ミーティングを行っております。で、7月24日に日本プロテオーム学会があったんですが、その中で、JPOS セッションを持たせていただいて、外国から、重要な方を招いて、意見交換等を行っております。それから先週バンクーバーでヒューポ2015がありまして、ここで、PXC への参加について、確約を取り付けてきたということであります。で、来週にはワークショップを開き、それから年度末には、EBI、ISB を訪問して、確認をしていきたいというふうに考えております。で、タイムスケールとしましては、本年度明けにはリポジトリを作って、来年の4月には PSI ミーティングでパートナーシップの、これ最後可否投票があるんですが、これで PXC へのパートナーシップを認めていただいて、再来年度にはデータベース自身をスタートするということであります。この辺はちょっと飛ばしますが、で、すでにウェブサイトもオープンしておりますの で, でこれ来週 の, ワークショップについての案内も載せております。以上であります。どうもありがとうございました。